みなさん、こんにちは。処理水アネの新宝です。はい、ということで、今回はね、私のこちら、横にあるね、こちらのワゴンの紹介ではなくてですね、今回ね、私のワゴンがね、ちょっと大変なことになってしまったので、こちらをね、カメラに映していこうと思います。はい、どうしたんですか？でね、今回私、すごいやばいことになってるって言ってたのが、このね、見てください。こちらのね、斜めっぷりですよ、この。斜めっぷり？なんていうの？ちょっとカメラもじゃあ移動しますね。はい。まあ、こんな感じでね。待ってください。私今正座で座ってるんですけど。皆さんわかりますかね？めっちゃ斜めってますよね。斜めっぷりを見てください。やばい。やばいですね。やばすぎるよ、もう。なんか、重心が、こういっちゃったらしくて。はいはい、ここのね、なんか付け根がポキッてで、それで、ね、じゃあもう一回ちょっと元に戻してください。前に倒れてるから前が重かったのかな。多分ここが重いんですよ。そうだよね、見てください。近くに寄るとこんな感じなんですよ。はい、そうなんです。これなんかキャスターがこうひん曲がっちゃってるっていうの。こうなってる、こうじゃなくてこうなってるの。そう、これもう治らないかなと思って、はじめキャスターだけがポキってなってればキャスターだけどっかで変えるかなと思ったんですけど、ここだからね。そう、そこからなんかもう曲がっちゃってるよね、それね、だからちょっと治んないかなと思われますね。はい、なのでね、ちょっとこちらもね、皆さんにね、お伝えしようかなと思って。そうね、やっぱでも、やっぱこれめっちゃ安く買ったんだよね、ドンキかなんかで。そう、ドンキでなんか、でこれ全部プラスチックだから、やっぱり軽いもの乗せるならいいけど、はい、やっぱメイクとかね、こういうボトル系とかをめちゃめちゃ乗せてるとバンバン怖いやつ、重量に耐えきれなくね、なっちゃうんだね、ということで、もうちょっとね、頑丈なやつを今後ね、ちょっと検討しようかなと。はい、さすがにね、ちょっとこれじゃあね、動かしもちょっとしづらいし、ちょっといつね、もうこれが前にこう来るかわかんないしね。ね、この棚でも入れ物良かったんだけどね、可愛くてシンプルで、ね、また似たようなのがね、どっかにあって、もうちょっとね、頑丈なのがいいかな、ね、ね、部分的に変えることもちょっとこれ不可能だしね、つながって全部一体になってるので。そうですね、はい、でも使う、いつ倒れるか分かんないもんね。でもし新しくしたらまたね、だいぶちょっとね、はい、メイク道具っていうかスキンケアとかも変わってるんじゃないかなと思われるので、はい、だいぶ前だよね、もうだいぶ経ったよね、紹介してからね。だいぶ経ったと思います。はい、なのでね、そしたらまたね、紹介したいかなと思いまして、はい、もうまずはこれを見てくださいというね、このひん曲がり方この斜め感斜め感すごいなと思いましてやばいよね、これね、どうなったらこうなるのみたいな、重すぎてね、ということでね、今回はちょっと、はい、はい、次回お楽しみにっていう動画ですね。はい、そうですね。じゃあこの斜めからいきますか、終わりにしますか、この斜めポーズ。はい、ということで今回はね、はい、私のね、このメイクワゴンが斜めったということで斜めったまたね、はい、今度ね、紹介、中身をね、紹介していきたいと思うんですけど、はい、ね、まずはね、斜めったということで。そうですね、本当にまあ紹介しようとしたけどできなかったってことですね、要は。紹介しようとしたら並べてたんです。はい、なのでちょっと次回に持ち越そうかなっていう話ですね。そうですね。はい。それではバイバーイ。今度さ、ここ綺麗にしようと思います。そうだね。それに合わせてちょっとね、整理整頓もね、できたらいいと思います。はい、バイバーイ。